もうこのマリオ完全に自分が猫だと思ってる。え、いや可愛いな。はい、おお、ありがとうクッパジュニア。で、続きからなんだけど、ここ行ってみようかなって。プレッシーに乗って、ちょっとここ行ってみたいと思います。まずプレッシー探そう。プレッシー。いたいたいた、プレッシーいた。で、あそこか。オッケー。この間、あ、クッパジュニア結構スピード出るんだな。よくよく考えると。あそこ何があるんだろう。なんだ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 。え、もうこれ突っ込んでさ、うわえ、なんかお邪魔しちゃっていいんすか？あの、うちのプレッシーちゃんが。あ、ちょっとお邪魔しちゃってますけど、これさ、わかった。気づいたわ、気づいたわ。待って待って。今のさ、崩すんじゃなくてさ、崩したら多分手に入んないんだよ。崩したら、このハテナブロックの中身手に入んないから、ちょっともう一回やっていい？よし、戻ってきました。でよ。多分これ、甲羅使うと思うんだよな。あの、うーわ、危ね危ね。あの、上にあるさ、あの、金色の甲羅使うんじゃないかな。多分ね。ここから登るじゃん。で、いや、違う違う違う、ごめん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 。あー、まあ、いっか、あれはあれとしよう。例えば、こうやって、え、待って待って。で、これで持つじゃん。で、こういう感じ。あ、いいね、いいね、いいね。よし。稼げ、稼げ。稼げ。で、他の角度からも。うわ、これ気持ちいいぞ、絶対。よし。で、こっちからも。よし。いけいけいけ。こっちからも。よいしょ。あー、逆。ここなんか別にないのかな？シャイン。よいしょ。あ、なんもない。あ、マジでなんもないんだ。へぇー。へぇー。まあいいか。なんかあるかなと思ったんだけどな。まあ、もしかしたらあるかもしんないけど。ちょっと見逃してるかもね。で、このコロッセオ島なんか入れそうだったから、ちょっとこれ忍び込もう。こっから行けるっしょ。ありがとう、プレッシー。来た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 。うわ、待って、まず、対決猫ブンブン。来た。はい。はい、ブンブン。よろしく、ブンブン。ほっ。よし。まあ、踏みつけるだけでしょ、きっと。ブンブン。きっとね。猫ブンブン。ていうかさ、そう、前やった時に、うわぁ、しまった。当たり前のようにスルーしちゃってたんだけど、どう？みんななんかさ、猫耳生えてるよね。なんか物語の角の部分に関わってくんのかな、もしかしたら。なんかあるんだろうな、きっと。猫ブンブン。お、倒した。くれ、シャインくれ。お、来たー。よーし。シャインゲット！対決猫ブンブン！この世界で言うとクッパジュニアだけ猫耳が生えてないね、まだ。だって、マリオだって、一応ね、猫マリオになれるから。お。お！なんだ？ウサギ？あ、猫じゃない。なんだ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 ？ここは、コロッセオ島は、まだね、この猫チップみたいなのありそうだから、ちょっと取っていこう。お、よし、2個目。ここなんか登ってくださいって感じだね。なんかあるんでしょ？お、上の方まで来ました。まず灯台行く？灯台もだけど、あそこの遠い面の猫チップ取ってしまおう。よし、これで、3枚目、間飛ばして3枚目。よし、ちょっと灯台登って、なんか、アドバイスくれ。お、ここで灯台からちょっとお知らせです。アミーボが使えます。僕、アミーボ、今手元にないんだよな。どうなるんだろう。アイテム。アシストアイテムが増えるとかかな、もしかしたら。そう。操作も一つずつね、技を増やしていこうと思って。ヒップドロップの後にジャンプすると、それっぽいジャンプができます。あと、このしゃがみながら歩くと、あら、かわいい！四足歩行！で、このまま振ると、あ、これができんだよね、この飛び込み。うわ、クッパ来る、クッパ来る。ナチュラルに今、なんかそういう説明の話してんのに、なんかあのウサギちょっとぷっくりしてない？なんかちょっとぷっくりしてる。ちょっと先行ってみようか。じゃあ。あ、逃げるの早っ！
嘘、あんな速いことある？はい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 、そこプレッシーで捕まえよう。あ、その前にクッパ来てるから、クッパでさ、どっか破壊させようよ、まず。あ、ここ破壊させよう。よし、ここ降りて、ここなんかあるんじゃない？社員、社員、社員、あ、来るぞ来るぞ来るぞ、来たー、こっち来い。よし、ナイス。あー、まあ、ナイス。え、あ、なんか上に行けそう。ちょっと行っちゃおうか。なんだこれ、なんだこれ、おお、イエスじゃなくて、危ない危ない。よし、あ、見えない足場、見えないものを見ようとしてあ、あそこの先にあるじゃん、猫社員。よし、飛び込みの、よし、よーし、これ20枚目。島々を見下ろして、あれか、下にいた時に見えてた、あの天空の島か。よし、クッパのバイバイタイム。ありがとうクッパ、破壊してくれてありがとう。曲かっこいいな。猫社員を20個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れしとき、我も目覚める。わかった。え、ここなんか他にあんのかな、もしかして。ないか、これ降りるよ。なんでそんな、なんかあのバンジージャンプの台じゃないけど、なんで用意されてんだ。一応使ってみようか、こういうの。なんもないよね、こっちもないよね。一応飛んでみる？何かがあるかもしれない。ヒュー！気持ちいい！結構高かったな。おお、すげえすげえすげえ。すげえ、マリオすげえ。落ち着け落ち着け。おお、ああいうことできんだ。へえ。すげえ、あ、なんか、一種の忍者だったよ、今。忍者みたいな動きしてた。まあ、ギガベルもだけど、ここ、あ、なんかある、なんかある。やっぱ周りにやるタイプだな。じゃ、これ、クッパに頼んだ。おお、上に行けんだ。あ、てるるってる。ちょっと先にこっち取ってしまう、じゃあ。あ、あっち側にもある。すげえ、微妙に出てくれた。微妙に出てくれる。この先多分猫チップあるんじゃないかな。あれ？なんだ、ここは。入り口2。下にもあるな、なんか。ちょっと叩いてみよう。え？なんだなんだなんだ。ちょっともう一回上の方から見てみよっか。いや、もういいって。ごめんごめん。お！あれ？なんだっけ？プンプンだ、プンプン。そう、プンプン。ブンブンより強い翼のプンプン。マジか。あ、これ2戦目あるんだ。あ、曲かわいらしい。え、プンプンちゃん、ちょっと猫耳似合うんじゃないの？ちょっとちょっと。よし。これ、あの、本物以外は偽物なんだよね。当たり前だろ。よし。もう倒してるって、クッパジュニア。今、倒してるプンプンに対して追い打ちしてなかった。まあ、そこまで手伝ってくれるのはありがたいですよ。逆襲猫プンプン。お。よーし。これなんか一回こう、綺麗にしてもまた黒くなるんだね。プンプンとブンブンの関係って何なんだろうな。兄弟？何なんだろう。ちょっと兄弟っぽいよね。どっちがお兄ちゃん、どっちがお姉ちゃんなんだろう。僕、プンプンがお姉ちゃんだと思うんだよな。なんとなく。お、いいね。あと2枚もあるかな。こっから、なんか飛んで、あ、あるあるある、あるんじゃん、あんじゃん、あんじゃん、あんじゃん。ほっ。よいしょー、気持ちいい。え、3枚目どこだ？あったか、くる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 。猫ベル、猫ベルどこだっけ？あったあった、あそこだ、あそこだ。猫ベルの元に行って、今回3戦目だよね。クッパ勝負。来るぞ来るぞ来るぞ。来たー！待ってましたー待ってました。クッパが来るおかげで、マリオは巨大猫になれるわけよ。ライオンになれるわけよ。あそこの声ちょっと、クッパジュニアよろしく。すまんね、使っちゃって。お！かっこいい、何度見てもかっこいい。おーしいね。なんか前回、おうおうしいとかいうよくわかんない単語言っちゃったけど。あ、なんかもう HP かなり減ってんじゃん。やっぱ前回逃げ出したんだな、途中で。お、来い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 。ここにいたら食らわないって知ってんだぞ。このくるく、くるって危ねえ危ねえ。何？
すげえ飛び跳ねんじゃん。来い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 、この辺りアンチって知ってんだぞ。いや、これ前、ここにはこれ前、来いよ来いよ来い、うわあ普通に来んじゃん。マジか、やるね、クッパやるね。よし、でビームが多分来るから今のうちに逃げとこう。で、あそこにギガベルあんな。一回このターンはちょっと回避しといて、逃げろ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 、ここ大丈夫っしょ。よし、でヒップドロップ待ち、来るぞ来るぞ。で真上に来る、よいしょよいしょ、気持ちいい。いやもう余裕なんじゃない。でかくなっとこう。いやかっこいいなマジで。なんかもう歴代のクッパでもかなりかっこいい方なんじゃない。降ってきた降ってきた、なんだこれ、乗ってくださいってやつ。うわー食らっちゃった。ちょっとマジでちゃんと避けないと。あそこにあるギガベル、ギガベルめっちゃ出してくれんね。取りに行こっか。あ持った、えこれもうサゼってこと。えちょっと待って、持っちゃった持っちゃった、何これ。これ木材みたいな、木材持っちゃった。これ投げればいいのかな。あしまった、飛ばしすぎちゃった。待って、木材使いたい。刺そう刺そう、そんな物理的な攻撃すると思わなかった。まあ今までも物理的な攻撃か。ほっ、あー変なとこ投げちゃう。これヒップドロップくる、あ一応ヒップドロップくるね。ちょっとまだ体力残ってたらあれ使いたいな、攻撃に使えそうじゃない。なんかよし、あと一発、ちょっともう一回お願いしますクッパ、あの木材を供給してもらえると。あ来るぞ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 、木材供給タイム、来た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 。よし、で持つ、もうなんかすでに当てれそうだけどねこの木材、かなり結構鋭利じゃないこれ。うわどこだ、一回待っといて、なんかこう刺すボタンないの。クッパを刺すみたいな、ないか。これ投げて当たるかな、当たれ、やったー、当たった当たった。あ待って、急げ急げ、これヒップドロップタイムでしょ。あちょっとそんな奥に行かないで、よいしょ、よっしゃで尻尾の隅っこの部分を踏んじゃった。結構痛いんだろうなああいうの、なんか足の指先踏んだみたいな。あ爆発しちゃう、クッパ、あマジでこれ毎回爆発すんの。クッパジュニアどういう心境で見てんだよ。でもお父さんはやられないみたいな、毎回虹すげえな。おー、どうなる、うわ、え待って、楽しそう、何そのアメフト場みたいな、あ船か、アメフト、アメフトのコートかと思った。うわ火山だ、火山系来た、あのなんかおじいちゃんみたいな口、くっそー、今度こそ元に戻ると思ったのに。お父さんってすごく頑丈だよな。いやそりゃそう思う、なかなかバテないよねお父さんって、あのクッパって。こうしちゃいられない、向こうの滝の上へ猫社員を探しに行くぞとクッパジュニアは伝えたいようだ。このビックリマーク一つでね、表現力の塊。どこが解放されるんだろう。おー、えもう全部いけんじゃん。おえもう終盤か、次やって、あと真ん中行って、クリアなんじゃない？もしかして。ちょっとクッパの、ちょっと正気をね、取り戻させてあげたい。あ、よくよく見たらこれあれだね、足になってたんだね。へぇ。ちょっと船んとこ行きたいな、僕がアメフト場と勘違いした、あそこ。でれれれれれれれーてつってれつてつてつてれんて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 ん。この曲ね、すげえ好き。このフレッシーのテーマすげえ好き。うわーなんかこれクリアしたらもう聞けなくなるのかな、めっちゃ良くない。あすげえ滝の上来た、どこ行けいいんだろう、こっちか、あいや待って、まずこっち行こうよ、なんかカラフルで好きよ僕は。え待って、これクッパ来た時じゃないと壊せないんじゃん、クッパ来た時に。じゃあここ来て要塞壊してもらおう、要塞っぽさ。あとここ好き、ここテレテレテテレーのここ、テレテレテテレーテレテレー、めっちゃよくない、ここすげえ好き、わ気持ちいいな、プレッシー操作すんの。
めちゃくちゃ気持ちいい。これカープレッシーでさ、ちょっとあの任天堂さん、プレッシーでレースゲーム出してくれません？やりたい、めっちゃプレッシー、それゆけプレッシーレースみたいな、やりたい、めっちゃいいじゃん。それでオンラインとか潜りたい、やりてー。これマジでいい。テレテテテレーン、うわっ、そこいつなんだ、このなんかプクプクのちょっと太ったやつ、なんか弾くんだけど、あぶねあぶねあぶね。結構母さん行くまで道が険しいね。お、見えてきた見えてきた、あのおじいちゃんみたいな口で、ここで降りて、ありがとうプレッシー。あ、これプレッシーで行けたか、まあいいか、よし登ろう。なんか火山ってもういよいよだよね。し、あ、猫めっちゃ住んでる。荒れ地のギガベル。あ、懐くー。懐くー。あ、もうみんな集めよう、一回。一回ちょっとみんな集めよう、この辺。あの、束ねよう。もうこの中で誰が一番、おい、攻撃するじゃないぞ、やめろやめろ。この中で誰が一番慕われてるか、やっぱマリオなんだよな。みんな、よーく聞け。ここの島は、今日から、マリオのものだ。よろしくな。わかりました。めっちゃもう、言うことすげえ聞いてくれる。え、どうする？なんかありがとね、ほんと。え、まあ、そんなことより、ちょっと、待って待って、ごめんごめん。あの、危険だからやめた方がいいって。あそこなんか、ボールで遊んでんな。なんか、あの、あんまりここ、この風景を乱したくない。ね、急になんか、知らないおじさんが来てさ、あんま乱したくないから。ちょっと、どこ行こう？まず、じゃあ右側から行こっか。こっち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 、ここ入ろう、この土管。これクッパジュニア来れる？なんだここ、え、いける、これ乗れるよね、よし乗れる乗れる。クッパジュニア何してる？これなんかありますよって、あ、本当はなんかありそう。おお、ありがとうクッパジュニア。土管タワー、輝け東大の猫社員。あ、これね、土管の中操作できるんだよね。で、これなんか途中でこう道変えたりとかしてね。お、出た出た。あ、違う違う、待って。あのさ、猫チップのとこ行きたい。どうやって行くんだろう。あれ？猫チップのとこ行きたいな。なんかなかなか行けないんだけど。こっちからか。あ、これこっち出るんだ。へぇ。え、あそこはあそこ。あ、行けたか？あ、行けてねえ。あ、わかったわかった。こうやって、こうだ。なるほど。こん中で操作すればいいのか。なるほど。何にも伝わんないだろうけど、あの、今、水中にいる間に、入力を変えて、あっちに行きました。なるほどね。なるほど、なるほど。ちょ、この土管の操作うまいことできるようになりたいね。すげえ。なんか、曲が陽気でいいね、ここ。てってってー。で、あ、またある、またある。あれでも上じゃねえ、なんか。あれ、上から来んのかな。エクセレント。じゃ、一回ちょっと、あの、猫マリになっといて、にゃうにゃうして、こっちから、うわ、危ね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 。戻れるこれ。マリオ、戻れよ、ちゃんと。ナイス！よし！あ、プレッシー！おい、プレッシーがかわいい！ちょっと、めっちゃ見守っててくれてんじゃん。あれ？でもさ、あっち側から来たよね、確か。へぇ、あ、ここじゃあ、つなげられるんだ、ここ。じゃあ入ろう。あ、いいね。あ、これ猫チップ集まりそうじゃない土管にうまく入ってれば。わ、あれ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。で、パウして、よし！で、崩してから行くんだ。またパウあるぞ、パウ。で、ここ、上、ナイス！で、怖え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 。どっち行く？どっち行く？どっち行く？こっち行こう、こっち行こう。で、パウ、パウの連鎖、パウの連鎖。ナイス！あ、待って待って、よし！全部崩れた。いいねえ。で、こっち行って、お、上にも猫いる。てってって、上行け！ナイス！よーし！で、よし、これでゲット、よーし、輝け東大の猫社員、ゲット。全部同じタイトルだけどね、さっきから。ピカーン、お、色が、ちょっとかっこいい。あー、これで、あ、またあるプレッシーのやつ。いいね、いいね。ちょっとまたヒントもらおう。ヒントくれ。あ、これが東大からの最後のお知らせです、だって。ヘルプをご存知ですか？いや、知らない。ヘルプでは基本的な、あー、なるほど。一応見れるよっていう話。プラスでヘルプを見ると新たな発見があるかもしれません。お知らせは以上です。もうアドバイスはありません。投げやり。好き。
きいよ、そういうの。もうアドバイスはありません。いや、ありがとう東大。東大が何者だったかは よく分かんなかったけど、ここ壊したいな。あそこあるぞあるぞ、見つけちゃったな。あそこに社員あるね。こっから行けんじゃないか。よし、イエス、いいね。ここ壊してたら行きづらかったところが、え、すげえ行きやすい。よかった、先壊してなくて。え、ちょっと奥まで行きます。ハトすげえいいな。ハトかこれ、猫耳の生えたハト。すごい小説がありそう、猫耳の生えたハト。よし、水門の猫社員、今何枚だ ?23 枚かな。よし、じゃあ戻ろう。あ、待って、あそこのプレッシーやろうよ、プレッシー。ちょっと降りよっか。猫チップもやりたいしな。あ、あそこにもある。おいおいおい、目移りしちゃう、こんな。よし、プレッシーの、プレッシーのは、お、前回よりも難しそう。うわ、上登んのか。じゃあ一回落ちたらアウトだね、これ多分。まあ、一発で越して、なおかつ右から行っちゃう。よいしょ、よし。で、こう、ジャンプ。あー、左行きたかったな、今の。くっそー、なんか負けた気分だわ。よし、ゲット!気持ちいい。つるた、つるつるチクタクプレッシー。しかもこれもう一周できるっていうね。ここ最初の道かな?え、あんなとこに風車あったっけ?なんだ、あそこ。あれ?あそこなんだ?あ、まだ行ってない場所だ。あ、あそこまだ行ってないね。え、ちょっと行こう行こう行こう。ありがとう、プレッシー。うわ、滑る滑る滑る。めっちゃ滑る。プロペラ、砦。砦か。え、すげえ滑んじゃん。あ、なんだ?あ、あーなんかあったな、これ。プロペラ。あ、なるほど、マリオもプロペラなんだ。そういう意味でのプロペラ砦ね。え、じゃあちょっと、どんどん登っていこう。なんか曲がちょっと、ディズニーっぽい。ディズニーにありそう、この曲。ずっちゃっちゃ、ずっちゃっちゃ。え、マリオはこのまま、あれなの、顔を見せる気はないの。え、いいの、このままクッパ倒しちゃって。すごい、エンディングとか寂しい感じになるよ。マリオの顔見えないんですけど。クッパジュニアも困惑。で、これこっち側、あれ戻ってきた?なんか戻ってきたな。あ、なるほど、これでこっち側行くのか。はい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 。クッパジュニアが頑張ってくれてる。ありがとう。よし。あ、結構狭い、結構狭い。ずっちゃっちゃっちゃ、ずっちゃっちゃっ。で、いや、これはいいか。ちょ、普通にちょっと登って。あぶねあぶねあぶね。あ、大丈夫か。マリオ登るんじゃない。マリオ、前が見えてないからって。よし。で、なんかゲットした。あ、下からすり抜けられないんだ。なるほど。じゃ、一回降りて。よし。で、登ろう。いや、何この敵かわいい。クッパジュニアが一生懸命倒してる。え、ちょっと応援しよう。頑張れ頑張れ。あ、もう飽きちゃった。飽きちゃったそうです、どうやら。あ、これ一気に踏みたいな。ドゥルルって。あ、ちょっとクッパジュニア、僕は一気に踏みたいんだから。あ、あー、まあ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 。あ、ヒップドロップしたかったけど、できなかった。よし。じゃ、このまま右行って、お、登れそう、あっち。え、なんかマリオ背縮んだ?このボックスに入って。なんか、かなり背縮んでない?違う。よし。で、降りて、真ん中から。あー、取れなかった。クッパジュニアありがとう。僕の失態を補ってくれる。で、これ左。え、ここさ、猫チップないのかね。すげえありそうなんだけどな。こっち降りの。お、来たな、プロペラ。ここむずそう、ちょっと。よし、ジャンプ。なんかありそうなんだよな、猫チップ。こういうところに。あ、よし。で、上登って。もうどんどん上登るね。あ、あった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 。うわ、絶対見逃してるわ、これ。降りてから、ほっ!うわ、もう4枚目だって、マジかよ!おい、見逃しすぎだろ。3枚も見逃しちゃった。まあ、いっか。そういうこともあるさ。お、回ってる回ってる。なんかこの子たちが回してるように見える。でも逆っていう。これ左に回ってたらな、この子たちが回してるように見えるんだけど。いいね、この機械のガキガキ音好きよ。で、真ん中入ろう。よし。あー、危ねえ危ねえ。よし。5枚目だよね、きっと。よし、クッパジュニア頼んだ。降りて。よし。で、こっからさらに上なんじゃない?来たー!よし!あ、この先がちょっと、あー、脱いじゃったー。これちょっと爪、猫の爪みたいになってるね。猫の爪っていうか手か。よし、ゲット!キャット社員!
着々とこの世界が綺麗になっていく。これでもなんかこの黒いの何なんだろうね、炭みたいな。なんかもう炭ほとんどなくなっちゃった。あっちの辺がまだちょっと汚いね。全部なくなったらなんかあるんだろうな、きっと。待って、本当に最後のお知らせだったんだ。マジか、悲しい。やっぱ灯台は喋らないと。灯台は喋ってなんぼよ。うわ、なんかすげえ稼いでくれてる、ありがとう。あ、クッパ来る、クッパ来る。どっか壊せそうな場所あったっけ、この辺。うわ、来ちゃった。3度目の復活。おー、なんか前回の復活の時も思ったけど安心するね。あ、よかった。大事に至らなくてよかった。うわ、かっこいい曲。やっぱさ、そのクッパジュニアとしてもさ、クッパを助けるために戦ってるわけじゃん。クッパがやられちゃったら意味ないんだよねこれ。逆に怖い怖い怖い。どっかさ、あるでしょ壊せるやつ。ないかな。壊せるブロックないな。あ、あったあった、ここだ。クッパもう一発、クッパもう一発お願い、クッパお願い、クッパ、くるくるくる、いいぞいいぞいいぞ、クッパよろしく。ここ、ここ食らってもいい、食らってもいい、よし、ありがとう。おお、なんか色違うくない。いや同じか。同じです。バイバイ。バイバイ。なんかあれだね、多分眩しいんだろうけど、シャッターを浴びて、やめてやめて、ちょっと今忙しいんでやめてくださいって言ってる。有名人みたい。次どこ行こう。ちょっと黒いとこどうにかしたいね。あ、もうしばらくこのままで行きます。あーはは、脱いじゃった。熱くなっちゃった、マリオが。うわー、気持ちいい、気持ちいい。で、火山の方面行こっか。おじいちゃんの口したやつ。あ、なんだここ。あ、なんかある、なんかある。これなんだろう。ごめん、ちょっと途中で見つけちゃった。なんか上がるんじゃない。そう、どこどこ、絶対今じゃない。ちっか、待って、プレッシー、待って。あぶね、もう僕ここでプレッシーいなくなったらねえ、猫かきしなきゃいけなくなるから、必死に。あれ、いけない？なるほど。これもう、一箇所二箇所やんないと。なるほど。こっち解放されないのか。左行ってみようか。前回右行ったから。ここはなんだ？うわ、ちくわブロック。あぶ、落ちたくね、落ちたくね。怖え、怖え、怖え、怖え。今度はなんだ？ちくわっか島。やっつけろ。ヒューリーシャドウ。なんだ、ヒューリーシャドウ。ん？ルイージ。え？ルイージじゃん。おい、何やってんのこんなとこで。ルイージ、待て。ルイージ何やってんの。ちょっと、待て。そんな悪い子に育てた覚えはありませんよ。ちょっと、待て。操作うめえな、ルイージ。あぶねえ。え、結構、おい、なんだその移動。ずるい。ちょっと、ルイージ。待て、正気を取り戻せ。なんだ、ヒューリーシャドウって。どっからどう見ても、黒いルイージじゃん。あ、暗い、よし。あ、もう連続で、うわー、たまんなった。なんだ。これ取りて。あぶね、落ちたくね。今、くそ、今、おられました、僕、今。くそ、あいつ、今、おられたよね、僕。うーわ、許せねえ。待て。あと、これなんだ。なんか、ルーレットっぽいけど、欲しい。おい、煽ってくんじゃねえぞ、おい。ルイジ、待て。くっそ、足が速い。あ、はははは。よくやった、おい、クッパジュニア、よくやった、ありがとう。何そのいいとこ取り。ナイス。思いもよらぬヒップドロップでした。ざま見やがれルイージ。おお、だいぶ綺麗になった。お、なんだ、新たに一つ解放。あ、これでいけそうだね。で、ここをちょっと取っちゃうか。チップを、あ、なんか見えない床があった。よし、猫チップ社員、猫社員チップを5枚集めろ。めっちゃ噛むじゃん。うわー、何もお知らせないんだろうな。ないよね、寂しいわー。何もなくても喋ってほしい。今日はいい天気ですね、ぐらいでもいいから。どこかかい、あー、あっちか。お、いいね、正面から行けるようになってる。クッパ来そうなんだよな
わ、リフトリフト、これ傾くんだよね確か。あ、傾かね。よし、なんだここは。猫マンマウンテン。あー、猫マンマとマウンテンがかかってんだ。これ思いついた時にスタッフの方嬉しかっただろうな。あ、猫マンマ、猫とマウンテンどうかけます。猫マンマ、猫マンマウンテンとかいいんじゃないですかね。あー、ゴロもいいみたいな。すげえ、アハ体験のような。うわ、これ途中ちゃんと回収していきたいね、ここ。よし、取って。あ、雨降る雨降る。うわ、この上でちょっと嫌よ。まず先にちょっと進んでしまおう。よし、うわ、落ちそう、結構怖え。よし、到着。うわ、くる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 。うわ、来ちゃったー、来ちゃったー。でもこの辺道が、あそこ取れんじゃん。いいね、チップ取れる、チップ取れる、猫社員チップが。あ、危ねえ。なるほど、こっから降りればいいのか。壁キック、壁キックで、あー、危ねえ危ねえ。どっか壊せる床ない、壊せる壁というか、壊せるブロックのないか、どっかないかな、隠れよう。怖え、どっかねえかな。うわ、壊れちゃった。この土管も気になるけど。あ、やばい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 。あー、ごめん。入るか、入るか。いや、入ってしまうか一回。なんだここは、どこに繋がんの。あーった、あそこの壁。あ、でもこれ、ここ解放しないと。一回飛び込んでみる。うわ、ダメだ、やべえ、マリオがただのおじさんになっちゃった。一回ゲットして、で、入ろう入ろう。ちょっとこれで過ごします。入ったり出たりで。あ、これさ、雨宿りしない、ここで。雨宿り場、ちょっと危ねえ、炎が回ってるわ、怖え。ちょっとこれしのぎたい、どうにかして。もう行っちゃうか、もう怖くないだろ。なんとかなるだろ、きっと。多分なんとかなる。避けろ避けろ。覚えてる。ちょっと帰って帰って。あ、帰った帰った。どういう気分で帰るんだろう。これ、クッパ飽きて帰るのかな、もしかして。もういっか、つって。ちょっとまた気が向いた時に眉をいじめに来よう、みたいな。そういう、あ、それか一定時間で、あ、ウルトラマンみたいな。力がこう、限界があるのかな、もしかして。お、このパウ何に使うんだろう。お、やった。今5枚目だったな。じゃ、結構もう頂上に近いんじゃないの。結構上に上がってきた。あ、てかこれミッションよく見たら、倒せドンケツプリンスだって。うわ、ね、倒せ猫ドンケツプリンス。なんだ、どういう見た目。なんか王冠とかかぶってんのかな。すげえ紳士的な服とか着ててほしい。この先か、あ、いいね、闘技場みたいなとこがある。ちょっと頼もう。うわ、え、プリンス感、え、プリンスか。あー、もう引かん。え、どの辺がプリンスなんだろう。どうやって倒せばいいの。倒せる。あ、え、あー、形がその形になっちゃった。あー、もういじめよういじめよう。いや、今のでいいのかな、ダメージ。なるほど、こんなの突っ込めばいいのね。あ、じゃあ入ってもらって、で、こっから出る。ちょっとマリオ倒し方が趣味悪いんじゃないの。ちょっといじめてるみたいじゃん、これ。パッと見いじめてるみたいじゃん。ちょっとかわいそうよ。あかわいそう。ちょっとプリンスがあんな格好になっちゃって。まあ猫社員のためだからね、しょうがない。倒せ猫ドンケツプリンス、ゲット。この一体綺麗なんじゃないの。いいね、風通しが良くなる。あ、もう全部なくなれ。うおー、だいぶ綺麗になった。あ、しかも今ウサギ出てきてたな。わあ、またこれ灯台登っても何もないんだろうな。何もないよね。どうにかして上行きて、どうやって上行くんだろう。うわ、クッパ来た。この辺にあるんだ。あったあったあった。ここクッパよろしく、ここよろしく、ありがとう。よし、熱戦で発掘。なんかもうだいぶ行ける場所行ったような気がするけど、なんかところどころ逃してんだろうな、きっと。あ、こういうとことかね。あ、待って、これさ、フレッシーからさ、ヨッシー乗り捨てジャンプでいけんじゃない。これ絶対いける、絶対いける。これあそこ上げるんだけど、うわ、これで取りて、ヨッシー乗り捨てジャンプで、ほっ。あ、無理か、ほっ。もっと暴れまくり。あー、取れそう。うわー、まあ普通に行くか。
べちんべちん。ほっ、取れる。うわ、絶対取れるのにな。普通に行こう。行けそうだったのにな。絶妙に行けなかった。よし、でここでこれさ、プレッシーでさ行った方が絶対早くない？こう行ってほっ、よし、で登ると。よーし、回して飛んでゲットじゃにゃ。あの空中庭園行きたい。あれどうやって行くんだろう。あれめちゃくちゃ行きたいよね。なんかこの辺もまだまだやりたいんだよな。今ちょっとマップ見よっか一回。あ、こう歩いてきてるよと。こことあとここ気になる。なんだここの離れ小島。ちょっとこのハテナのとこ行ってみよう。右だな。あ、あそこか。うわ、めちゃくちゃ楽しそうじゃん。何あのアスレチック感ある島。アスレチック島。あ、なるほど。ここの線は滝なんだ。はぁ。なるほどね。そこ、行ってみましょう。何島だろう。アスレチック島だと僕は読みました。なんだろう。ローリングファクトリー。全然一文字も合ってなかった。いいね、ローリングファクトリー。回る工場。直訳。うわ、難しそう。めっちゃむずそう。うわ、横着したくなる、こういうの。猫マリオで登ってこう。でも落ちたら一巻の終わりだな、これ。絶対ダメよ、落ちたら。あ、ボム兵。おい、ボム兵にまで猫が、猫耳が。あ、うわ、食らっちゃった。普通に食らっちゃった。これでも、なるほど、ボム兵で壊せと。いうことだね。よし、これで、投げる。よーし、あ、気持ちいい。うわ、猫マリオじゃないと急に不安になる。わー、危ね危ね危ね。で、回るの待って。で、こっち飛び移ると。あ、もう、いけんじゃね？横着するか？横着しちゃう？いや、やめとこやめ。あ、幅跳びからの横着しよう。ほっ！タヌキマリオありがとう。タヌキマリオでよかった。よし。で、あっち壊すんだ。よいしょー、気持ちいい。ここら辺もなんかありそうなんだよな。あ、あるあるある、あるねー。あー、気持ちいい。これ、一気に潰すの気持ちいいよね、こういうの。ま、ここもなんかありそう。ちょっとまたボム兵、ボム兵の方が多分破壊しやすいから。よし、で、お、あ、なんもなしとコインか。じゃあこっち進みましょう。よし、あ、意外とやっぱタヌキマリオの方がこの面進みやすいとかある。あ、危ねえ危ねえ。ちゃんと階段の方にして、で登るんだ。あぶねえ、結構むずい、普通にむずい。ここまた階段あるんじゃん。 あるね、あるね、あるね。ちょっと高いところ登ってで、ジャンプ。あぶねえ。あ、あそこにチップがある。カメックいいんじゃん。カメックも猫耳生えてる、かわいらしい。あー、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、ここ登るな。ってことは猫マリアにしとこう。にゃおにゃおにしといて、ここ登るんだ。で、その前に僕チップ取りたい。あ、あったあったあった。おいおい、あー、あぶねえ、あぶねえ。よし、よく取った。マリオ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 、何やってんの。一回、一回退散しよう。一回、一回、一回。よし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 。英断、英断。いや、クッパ来ちゃう、クッパ来ちゃう。待って。待って、難易度激上がりじゃん、これ。大丈夫かな。まあ、いいか。なんとか、なんとかして見せましょう。いや、怖え。いや、来るよね。あ、いいか。うわー、危ねえ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 。あぶねえ、神回避。うわ、すげえ降ってきてる。こーわ、やっぱでけえな、クッパ。かわして、かわして、かわして。ナイス、ナイス、ナイス。で、ここ登って、登れるマリオ。マリオ、ナイス、ナイス。急げ、急げ。うわー、くそ、間に合わなかった。え、で、これさ、猫マリオなしだといけないよね。待って、一回待って、ちょっと、こーわ、大丈夫、危ねえ。この段階で猫マリオなって、で、ここで登ろう。あぶね。よし。あぶね。あー、くっそ。いや、ちょっと待って、猫マリオ無駄にしすぎ。これ絶対クッパいるときにやるとこじゃねえよ。まあいいや、やっちゃったもんはしょうがない。よし。いや、もうなっちゃったもんはしょうがない。あ、あ、嘘嘘。マリオマリオ、いやー、やっちゃったー。よし、戻ってきました。ここさ、クッパジュニア熱くないのそれ。
めちゃくちゃ熱そう。よし、これで上登って、やっぱタヌキマリオいいな。よっしゃ、シャインゲット。ここ難しかったな。あのクッパが来た状態でやるとちょっとあれだね、テンパる。どこ行こう。なんかもうだいぶ、あそこの離れ小島どうやって行くんだ。あ、プレッシーでピョーンって、あ、ここだよね。プレッシーでピョーンで行けんのかな。ダイレクトダイレクトダイレクトプレッシー。ここなんかジャンプでいける。ここ、ここ、あ、いけそう。頑張れプレッシー、頑張れプレッシー、プレッシー、ごめん。あ、待って、急ぎ急ぎ。いや、絶対こうやってゴリ押す場所じゃねえ。あ、絶対これ絶対違う。あ、危ねえ。よし、いけた。まあ、いけちゃったもんはしょうがないよね、これ。だっていけたんだもん。おお、すげえすげえ、マリオ。あ、待って、プレッシー。やった、ゲット。離島の猫社員。これ絶対正規の方法じゃないよ。どうやって行くのが正しかったんだろう。まあ、いっか。取れたもんはしょうがない。てれてててれー。てれて、ごめん、プレッシー。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。プレッシー。プレッシーありがとう。プレッシー、一回待って。一回キノコ使って、ここ行ってみたいよね、ちょっと。何があるんだろう。あと空ね、あの空中庭園行きたい。あれどうやって行くんだろうな。どうやって行くんだろう、だらけ。なんか、道はあるけど。ん？お、あ、雲がある、雲がある。おい、やった。また空中ステージじゃん、これ。どうやって行くんだ。あ、やった、よーし、きたー、これ好き。てっ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 てれれれってれって、これやっぱ全員倒さなきゃいけないのかね。一応ちょっと倒すこと意識してやります。で、ジャンプ、よし、で倒して、なぞるように倒して、で連続スター、よーし。うわ、坂道だってよ。倒せるかな。あー、乗れなかった。よし、気持ちいい。あー、今の気持ちよくない。くそ、全部入れれば。よっしゃー、今のなー、全部入ってピャーって取りたかった。西の雲、あ、そう、前のやつ東の雲の上だったね、そういえば。え、北と南はないかな。やべ、ごめんよプレシー、クッパが来てる中。あ、ここあるんじゃないの。ここあるでしょう、ちくわかと。あ、なに、食べ尽くせ猫チョロボ。おい、それやりたい。食べ、こ、ちょっと、灯台が邪魔すぎて、逆に邪魔、灯台が。クッパありがとう。よーし、待って、このさ、猫チョロボンやろうよ。ヒュン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 。何、猫チョロボンって。おいおい、寝てる。え、おお、持っちゃった。わ、すげー、なるほど、食べ尽くせってそういうことか。え、面白いこれ。え、今猫要素あった、今のチョロボン。ちょっとよく見よう。いいね、これ絶対タヌキマリオの方がやりやすいわ。ほんと、猫要素ある、猫要素ある。ね、え、チョロボンってこんな目出てたっけ、怖っ。うわ、あ、これカメラ変えずれえわ。あ、嘘だわ、ワイオシッパじゃなくていいのか。待って、猫チョロボンって落ちないよね。食べてくれ、ありがとうありがとう。わ、さぞかしお腹空いてたんだろうな、さっきまで寝てたじゃねえか、このパックン。よし、よろしく。よ、あ、ありがとうありがとう。上もあるんじゃない、上もあるんじゃない、ありそう。上ないかな。あ、ないな。じゃあ下か。あ、こっちにもいる。まあ、食べ尽くせばいいのか、この子が全部食べなくても最終的に駆逐できればいいっていう、猫チョロボンを。食べて食べて、よし、よし、食べ尽くしました、猫チョロボンを。あ、あー、まあ、食べ尽くしたからセーフ。これ入れんのかな、持ったまま。ごめんよ、置いていっちゃって。まあ、もうお腹いっぱいでしょ、きっと。よし、37個目ゲット。